神の月の頃おい、月面白かりしよる。うちよりまかではべるに、ある上人気合いて、この車に愛乗りてはべれば、大納言の家にまからんとまおす、大納言の家に、泊まらんとするに、この人に言うよう、今宵人祭らん宿なん、怪しく心苦しきとて、この女の家、はたよきぬ道なりければ、荒れたる崩れより池の水、影見えて、月田に宿る住みかを過ぎんもさすがにて、折りはべりぬかし。もとより去る心をかわせるにはありけん、この男痛くすずろぎて、角近き牢のすのこ立つ者に尻かけて、とばかり月を見る。聞く意図面白く移ろい渡り、風に凶えるもみじの乱れなど、哀れと下に見えたり。懐なりけるふ笛取り入れて吹き鳴らし、影もよし、など、つずしり歌うほどに、よくなるワゴンを調べ整えたりける、麗しく書き合わせたりしほど、化粧はあらずかし。理知の調べは、女の物柔らかに書き鳴らして、素のうちより聞こえたるも、今めきたる者の声なれば、清く澄める月に、おり月なからず。で、ちょっと面白い展開になるわけですが、神夏月の頃ほい、旧暦10月の頃でございます。月の美しい夜に宮中から引き下がってまいりますと、ある上人、天井人、ある天井人が気合わせまして、この車に相乗りてはべれば、私の同じ車に同乗いたしましたので、大納言の家にまかり泊まらんとするに、ここで大納言というのは唐突にこう出てくるわけですが、多分あのこの、馬の神、サメ寮の長官のこの男の父親だろうと、まあ、あの推測せられます。理由のことについて他のところで細かく出てくるところがありません、多分、この男の父親なんでしょうが、その大納言の家、三味相当ですからね、大納言の家、私は行って泊まろうといたしますと、この上人が言うことには、今宵祭らん宿なん、怪しく心苦しき、今晩私を待っているだろう女の家が、私を心待ちしているだろうその女の家が、妙に気になってね、怪しく心苦しき、妙に気にかかってねと言って、この女の家、はたよきぬ道なりければ。実はこの女の家は、どうしても避けて通れない道筋の家でございましたから、避けて通れない道筋にございましたので、で、まあ、そこへ牛車が差し掛かりますと、荒れたる崩れより、屋敷を囲っている追肘垣ですね、それが
古くなって例の追事の崩れよりという伊勢物語なんかでも晦日人の通う場所です。その追事垣の荒れた崩れているところから池の水影見えて、池の水ちょうど差し上っている月の影がその水に宿っている様などが見えまして、月田に宿る住みかを過ぎんもさすがにて、こんな風にして月さえ宿っている住みかをさすがに素通りはできませんで、素通りもできませずに折りはべり抜かし、牛車から私も降りてしまいました。つまり前から通っているその女のところへこの上人と一緒に訪ねることになるわけですね。しかもすっかり主役が取られてしまっているわけです。もとより去る心を交わせるにはありけん、以前からこの男と女は情を交わし合っていたのでありましょうよ。この男は痛くすずろぎて、大層すずろぐそわそわすることですが、心がもう身につかないというようなそういう状態がすずろくですね。まあこの辺はすっかりウキウキいたしまして、で角近き牢のすのこ立つ者に尻かけて、この角は当時の神殿作りの注文、少しこう庭内に入ったところにある、神殿から綿戸のこう牢が続いていますけれども、その牢の途中にある廊下の途中にある門ですね、中門、大体ここでみんな訪問者は牛車を降りるわけです。あるいはその屋敷を訪れてくる祝福芸の身分の低い祝福芸を持って貴族の屋敷を訪れて祝福に来る、お正月などに来る連中はこの中門のところで、その祝福芸をして、帰るわけです。ところがもっと高貴な訪問客だとこの中門のところをそのまま牛車で乗ったまま入って、そして神殿の階に、この前の切り妻のところでもありましたね、帝の使いだと神殿のその階段の一番上のところに牛車の長屋をこうつけるわけです。その注文のところです。その注文近い牢のすのこ立つ者に、すのこは濡れ縁のことですね。注文近い牢の濡れ縁のあたりにすのこ立つ者ですところですから、すのこ見えたところに腰を下ろしまして、そして、とばかり月を見る、しばらく月を仰いでいます。菊糸面白く移ろい渡り、折しも菊の花が一面に風情ある風に色変わりしておりまして、旧暦の10月頃ですから、もうその菊に霜が当たって菊の花が色が変わっている、
それがまた風情があるというふうに感じているわけですね。で、風に聞こえる紅葉の乱れなど、吹いてくる風に沿って散り乱れる紅葉など、哀れと下に見えたり、趣深く見えました。懐なりける笛を取り入れて吹き鳴らし、影もよしなど涼しり歌うほどに。ところで、その上人の男は懐に携えていた笛を取り出して、そして、吹き鳴らし、影もよし、これは西原の飛鳥井という歌曲です。飛鳥井に宿りはすべし、影もよし、身もいも寒し、身まくさもよし。飛鳥井にこんばんは、宿りましょう。月の光もなかなか風情があり、身もいも寒し、水もよく冷えています。またお乗りの馬に食べさせる草も今草、今草もちゃんと整えてございます。そういう歌ですね。あるいは訪れたものとすれば、訪れたものの側から歌うとすれば、そんな風に、今晩ここに宿ろう、泊まりをしよう、泊まるのにふさわしい月影、そして、馬に与えるべき、水もまぐさもいい状態になっている、整えられている、だからここに泊まろうというふうな、歌ですね。まあ、必ずしもその人間を相手にして歌ってるというふうにばかり感じなくていいので、もちろんそういうふうに感じてくるわけですけども、時代が下れば、神を来られた、訪れて来られた聖なる訪れ人、折口信夫の言うまれ人ですね、来訪したまれ人、あるいは訪れてきた神をとどめようとする歌っていうのが、神楽歌や西原の中にはたくさんあるわけです。そういうものの一つと見てもいいんですね。それがまあ泊まる方の側からの気持ちとしてもまた取れるわけです。で、ここは男が自分が泊まるのにいい具合だなというふうな意思表示をする、そのつもりでこの歌歌ってるわけですね。影もよし、
身も胃も寒し、身膜さもよし、というその扱いの言葉を聞かして、そして女の心をこう、まあ、そそっているような、そういう場面ですね。などと笛の合間合間に歌いますと、よくなるワゴンを調べ整えたりてる。本音の方ではこの音色のいいワゴンの調べ整えたりてる、前もって調べを調子を合わせてあったのを、調べを合わせてあったのを女が麗しく書き合わせたりしほど、その笛、男の笛に合わせて書き鳴らし弾いている様子は化粧はあらずかし、まんざらではございませんでした、まんざらではありませんでした。ここで少しあの当時の音楽の簡単な解説のような言葉が出てくるわけです。リチの調べは女の物柔らかに書き鳴らし、素のうちより聞こえたるも今めきたる物の声なれば、清く澄める月におり月なからず。一体このリチ量に対してリチの方の調べ、リチの調べの方は、女が物柔らかに書き鳴らして、ミスのうちからその音が聞こえるのも現代風なものですから、今めくというのは現代風、現代めく、現代風な感じのものですから、清く澄んだ月の光に降り月なからず、ちょうどよく調和いたします。つまりこういう降り周りの様子、あるいはこの男の笛、そういうものに大変こう折につけてうまく調和いたします。